ジェイから南に見たグリーン山脈ジェイはバーモント州のグリーン山脈北端に位置する。モントピリアから見たグリーン山脈グリーン山脈はアメリカ合衆国バーモント州の山脈である。山脈は主に南北を貫き全長は250マイルマサチューセッツ州との宗教からカナダのケベック州まで伸びている。マサチューセッツ州 コネチカット州内を走るこの山脈は、ザ・バークシャー、または、バークシャー・ヒルズ、リッチフィールド郡では、ノースウェスト・ヒルズ、または、リッチフィールド・ヒルズ、ケベック州では、サットン山脈と、それぞれの名で呼ばれている、バーモント州に存在するすべての山脈は、みなグリーン山脈として言及されることがあるが、タコニック山脈やバーモント州北東部の高地は、地質学的検知からすれば、 グリーン山脈の一部ではない。グリーン山脈の山々のうち、特に知られている山頂を掲載した。特に知られているとは、特に標高が高い、道路や登山道で簡単にアクセスできる、スキー場や街の近くにあるとかいった理由が挙げられる。グリーン山脈は、ケベック州からアラバマ州北部まで伸びるアパラチア山脈の一部を形成している。北部アパラチアの主要地域を示す地図また、 グリーン山脈はニューイングランドアカディアン森林生態域の一部である。スキーやその他行きに関連するレクリエーションのために開発された山がある。他方で下記、登山を楽しむために開発されたものもある。マンスフィールド、ピコ、エレンはその傾斜を生かしダウンヒルスキーの観光地が形成されている。主要な山のすべては バーモント州南部から北部に走るロングトレイルや整備されていない登山道を使って登山でき、アパラチアントレイルと1、3が重複している。グリーンマウンテン共和国としても知られるバーモント共和国が1777年から14番目の州となった1791年にかけて存在した。ありがとうございます。